最近ちょこちょこ聞かれるので、チターンの技巧編成について紹介します。召喚石でガレオンも追加されましたし、古戦場に間に合うかわかりませんが技巧統一も来る予定なので、結構環境が変わってるんですよね。まずは、土の主要な技巧武器から見ていきますが、石油武器は一旦置いておきます。技巧2、クリ率 12% は、セラステス。技巧大、クリ率 10% は、牽制の袋しない。技巧中、クリ率 6.5% は、略光、マイムールビジョン、アルセーヌ、アッキヌフォート、ガーンディーバ、スファライ、ブリスラグナさんとかも。技巧小、クリ率 3% は、人狂変。となっています。次に、クリ確定となる組み合わせについてですが、話が少しややこしくなるので、まずは、ガレオンなしの両面ごと突きターンで考えます。土は皆無ハイランダーを使うことが多いので、それぞれ1本までしか採用できません。よく使われる組み合わせは、いわゆる無課金武器で用意しやすい、牽制の袋しない、略光、マイムールビジョンと何かしらの技巧武器1本です。セラステスは技巧2なので武器枠を圧縮することができますが、もう一つのスキルが必殺なんですよね。後で紹介しますが、土の技巧編成は通常軸で用いられることが多いので、必殺が死にスキルとなってしまいます。牽制の袋しない、略光、マイムールビジョン、この3本でクリ率 92% なので、あと1本はどの武器を入れてもクリ確定になります。残り1本のうち、どの武器も4凸を持っていないならば、人狂変を凸るのが個人的にはおすすめです。人狂変の評価低い人多いですが、HP と連撃を漏れるのでフルオートには毎回入ってくるぐらい優秀なんですよね。確かに、レスラーでは使わないので、一語一振りや AK よりかは評価が下がるのは事実です。他には、アルセーヌがベリアル HL で使われているので、これも凸るのありなのかなとは思います。また、技巧統一、すなわち、通常技巧と法人技巧が加算関係になるアプデが来れば、残りの1枠を法人技巧クリ率 10% のニーベルンホルンにしてもクリ確定となります。無課金武器4本で技巧編成組めるなんてチターンはお財布に優しいですね。次に、ガレオンも考えてみましょう。6優位士であるガレオンは、サブに入れるとチターンのカゴ効果が上昇します。無凸ならば 10%、3凸ならば 20% です。6優位士の使い道としてよく言われているのが、3凸を装備すれば技巧2本でクリ確定になることです。技巧22本編成したとき、6優位士なしの場合クリ率 96%、無凸6優位士の場合クリ率 98.4%、3凸6優位士の場合クリ率 100.8% となります。ですので、技巧関連の話では、技巧2を2本装備できる属性ならば、6優位士、特に3凸6優位士の重要性はかなり高いです。一方、土の場合は現状そうではありません。技巧2のセラステスは、もう一つのスキルが必殺なので基礎火力に貢献しませんし、そもそも皆無ハイランダーなので2本入れられません。また、クリ確定に必要な武器の本数が4本から3本に圧縮できればいいのですが、ガレオンを入れても必要な武器の本数は変わりません。ということで、現状のチターンでクリ確定をするにあたって、ガレオンは不要です。しかし、リミナルメア剣みたいな技巧2の武器が新しく実装されれば、セラステスと合わせてクリ確定に必要な武器の枠を2本まで圧縮することができるようになるので、3凸ガレオンの価値は上がります。それが強いのかはわかりませんが。次に、実際どのような場面でこのクリ確定編成を使うのか見てみましょう。当然両面チターンで使いますが、土は手動でやる場合、片面ゴリラや片面黒キリンを使うことが多いので、クリ確定編成にはできません。では、フルオートは両面チターンなので、クリ確定使うのかと言われれば使わないことが多いです。その理由ですが、ここで、実際の編成を見てみましょう。確定で入れる武器として、クリ確定用に牽制の袋しない、略光、マイムールビジョン、人狂変の4本。終末武器、アストラルウェポン、電子武器、そしてハイランダーなので天秤も入ることが多いでしょう。これですでに8枠も埋まっているんですよね。
フルオート用に HP 連撃をモル武器や剣種、そして火力武器を入れようとしても枠がありません。じゃあ栗確定編成は使い道がないのか、と言われれば全くそんなことはありません。残りに枠にいろんな武器を入れようとしているのが間違いで、火力武器だけ、すなわち、一振りと AK の2本を入れてみましょう。すると、栗確定、火力特化、召喚しない、これが全て当てはまるのは、通常軸肉厚めです。実際に比較してみましょう。今回は、通常軸肉厚めで一番使われるであろう、ナルメアニポチ2200万編成で試してみます。2種類の編成を用意しました。左は栗確定編成、右は適当にそれっぽい武器を詰め込んだ編成です。それ以外のキャラや召喚石は共通にしてあります。実際の動画を見てもらいますが、何十回か撮影して一番ダメージが低かったものをそれぞれ流します。栗確定編成では下振れた時、2200万でなかった時がありました。ナルメアにクオン入れていて、しかも3キャラとも指輪耳飾り厳選していて、ベリアル・ウリエル貫突でも残ることがあったので、それ以下の編成ならば倒しきれないことも増えてくるでしょう。やはりナルメアが火力不足ですね。LB のクリティカルが出れば上限叩けますが、肉集め用の編成では下振れた時のダメージが重要ですしね。ちなみに、指輪耳飾りはこんな感じで渾身で厳選しています。一方、栗確定編成では下振れても2300万ものダメージを出すことができました。この二つを比較するだけでも、栗確定編成が優秀なのはわかるでしょう。ということで、ティターンの技巧編成について見てきました。最後に簡単にまとめておきますと、栗確定に必要な武器は、いわゆる無課金武器の、剣聖の袋しない、白光、マイムールビジョンと何かしらの技巧武器あと1本です。技巧統一が来れば、残り1本の枠はニーベルンホルンでも OK です。また、現状のティターンで、栗確定にするためにガレオンは不要ですが、新しく技巧2武器が来れば話が変わってきます。そして、栗確定編成は、通常軸肉厚めで安定したダメージを出すのに必要です。編成自体も組みやすいでおすすめです。剣聖の袋しないを作っていない人は、フロネシスやっておきましょう。チャンネル登録と高評価よろしく、それでは、